はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。竹田塾の、講師が実際に勉強していた勉強法を紹介するというこちらの企画なんですが、今回はですね、竹田塾出身で、しかも、お茶の水校の出身で今、京都校の方で、先生をしている、恩田先生の、勉強法を紹介していきたいと思います。じゃあ恩田先生、自己紹介よろしくお願いします。はい、恩田博隆です、はい、大学は京都にある同志社大学、はい、学年今、学部ですね、はい、社会学部で、社会学部の、はい、4年生です。4年生、はい、はい、ですね、ありがとうございます。で、合格したのは何年の入試受けたんですか？2013年。その時は現役浪人どっちですか？浪人です。浪人で、はい、ありがとうございます。ちなみに、どうしたの社会以外に合格した大学なり学部、どこかありますか？は明治の政経、明治政経、はい、あと法政の社会、法政の社会ですかね、はい、はい、東京の出身にもかかわらず明治受かったのになぜか関西に来てるもともと関西行きたかったんでしたっけ？いや、全くそんなの考えてなくて、はいはい、たまたま本屋 の入試願書とこのコーナー行ったら、はいはい、あ、そういえばこういう大学もあるなって思って、うん、ちなみになんで明治じゃなくて同志社に行こうと思ったんですか？それで最後もう一人暮らししたかったから。なるほど、わかりました。はい、頼みます。でちなみに受験で使用した科目、文系なんで英語と国語は使ってると思うんですけど、はい、社会は何に使ってますか？社会、日本史です。日本史使ってましたということです。じゃあそんな本田先生とですね、受験勉強どうやってやったかっていうの話聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。